こんばんは。時刻は20時30分を回りました。引き続きムーンをお送りしていきます。よろしくお願いいたします。先ほど一部媒体の方にはダイキンプレゼンツピチョンくん天気予報をお送りしました。日によって空気予報の内容が変化していきます。この後もウェザーニュースライブムーンとアベマでは毎日皆さんの生活をより良くする空気を予報していきます。ぜひご覧ください。さあ、そして待ちに待った現在花火大会会場にやってまいりました。こちらチーバくんのうちは持ってるんですけれども、会場は静岡県の下田ですスタジオ内は、まあ、千葉県なんですけれども、現在お送りしている中継先は下田の、黒船祭となっております。バッチリ見えておりますね。綺麗です、ね、ぜひ皆さんもこのようにポヨンでお送りしていますので、花火に関するコメントもお待ちしております。たまや夏っぽいですね。ねえ、すごく綺麗ですよね。バッチリ映ってますもんね。ようやくカッコ仮が実現になりましたねいやー、もうね、すっきりしない天気で冒頭はザーザー降りでちょっと心配だったんですけれども、無事決行できて安心ですね。たまやっと、この時間帯もバッチリ映っております。皆さんって今年の花火は今日で初めてですか？どうでしょうか。最近ですとシークレット花火などもありますけれどもね、なかなかこうレアなタイミングかと思いますので、一緒にご覧いただけると幸いです。夏を感じられますね。刈り取れましたね。結婚になりました初めての方が多いですか？初花火、あ、よかったです。番組でもお届けできて一緒に見られてよかったですね。とても綺麗な、いいですね。あと内葉とスイカが合ってませんか色が測ったかのような。千葉くんも嬉しいよね。嬉しいよって言ってます皆さん花火はどんな花火が好きですか？緑が好きとか黄色が好きとか、なんか王道なのが黄色ですよね。王道黄色ですかね、ですよね。初の方もいらっしゃいます。あと最近こうシルエットがいろんなものがあって、ハートだったりとかお花だったりとか、先ほど星も映ってましたね。屋台で納豆買ってくる納豆売ってます。あ、屋台メニュー皆さん何がお好きですか？アニメでは何回か見た、ぜひリアルでこのようにお届けしてますのでご覧ください。私は屋台メニューだったら枝豆が好きですね。枝豆と枝豆とあとお好み焼きとかですね。たこ焼きも好きですね。今日タコパの日なんですってね。あれ、今日タコパなんでしたっけ？なんかお目覚ましメールでみーちゃんが言ってませんでしたっけ。屋台メニューは、あと他に何かありましたっけ。イカ焼きでしたっけ。焼きそば、あとはビールとかですか。焼きとうもろこし、あー、とうもろこしもいいですね。お好み焼き、イカ焼き、焼きそば、たこ焼き、あとあれも好きです、人形焼きでしたっけね、いいですよね。あとはやっぱり王道の綿飴とかも、綿飴小さい頃すごく好きで並んで買ってましたね。で、なんでしょう、こう風船付きの綿飴みたいなのがあって、いろいろ買ってたなって思いますね。チョコバナナ、ヨーヨー釣り、あー、ヨーヨー釣りか。牛串、あー、いいですね。牛串も確かに。ケバブ、あ、ケバブですか。時代を感じますね。私の時はケバブがあんまりなかったんですけれども、確かに最近の屋台ってケバブ多くなってるんですか。かき氷、あー、かき氷も最高ですね。かき氷、肩抜き、ほー、屋台もやっぱり楽しいですね。こういうお話すると、焼き団子、焼き団子って何ですか。焼きりんごじゃないですか。焼き団子っていうの買うんですか。へー、ごま団子とかじゃなくてですか。焼きりんご買ってました。焼き鳥とベビーカステラばっかり食べていると、あー、最高ですね。止まらなくなりますね、美味しくって。ミニカステラ、
確かになんかあの今のあの夕飯時だからでしょうか、花火よりもその屋台メニューで屋台メニューで盛り上がっているという結果ですけれども、色がついたお砂糖をせんべいに塗るのが好きだった。金魚すくい、あ、金魚すくいも私たくさんやりました。上手な方は本当に上手ですよね。お面つけて焼きそば、うん、あと花火の思い出ってありますか？例えばこう学生時代に見に行ったとか、そういう甘いエピソードがありましたら教えてください。甘いエピソードじゃなくてもいいんですけれども、あの花火のね、花火小さい頃、あの水戸ですと肛門祭りっていうのがあって8月に行われているのでよく家族と行ってました。懐かしいなって。亀すくい、亀すくいってあるんですか？亀をすくうんですか？お、今大きいのが打ち上がりましたよ。ミニ亀を釣るんですね。緑亀を釣る。あ、綺麗な亀さん色の花火が映ってました今制服で行きましたと。あ、もう青春ですね。レインボージュース屋台メニューですか？確かに最近レインボー系は流行ってますよね。花火師してましたと。あら、素敵ですね。そんな方がいらっしゃったんですね。わー、やっぱりエリアによっても変わるんでしょうか、屋台の種類。あの以前、あれ、ななちゃんだったと思うんですけれども、新潟の花火大会は枝豆袋ごと持ってくってなんか聞いたんですよ。新潟でポッポ焼きっていうのが流行ってました。ちょっと気になりますね、そういう地方特有の。ポッポ焼き聞いたことありますね。確かに名前は聞いたことあります。花火が今綺麗に打ち上がってます。花火デートは大体喧嘩する？そんなことないですよ。わかんないですけど喧嘩します。そんな激しくなってきましたね。まあ、帰りの電車混みますよね。今は価格、そうですね、価格はちょっと上に行ってますね。この素敵、千葉くんも喜んでますね。あ、なんかすごく光ってますけれど、お、今大きいのが打ち上がりますよ。この辺りでしょうか。うつ隠しちゃいますからね、私がね。あー、綺麗、すごくこうロマンチックですね、この花火の感じが。うん、お、またちょっと変わりましたでしょうか。あー、上と下の画角があるんですね。なるほど、切り替えてお送りしているということです。お、来ましたよ、来ましたよ。この花火のヒューって音がいいですよね。あと、あの実際に行くとこう、何でしょうか、花火の音でこう心臓まで伝わってくるというか、あのいいですよね、震える振動が。おーっと、どんどんこう耳に慣れていく感じがいいですよね。最初はこう、あ、すごい振動だなって思うんですけれども、あー綺麗、すごい美しい。40分に終わるということで、終わる予定ということで、まだちょっとフィナーレ一緒に見ていきましょう。うわぁ、バッチリ映ってますね。そう、空気の震えがいいですよね、人。そうなんですよ、このヒューって音がたまらないですね。うわー、もう言葉を忘れるぐらいこう見つめてしまいますね。いや、モニター越しでもね、こんなに綺麗なんですから、生で見たらもっと綺麗なんでしょうね。煙の匂いも好き。あー、確かに離れてて見えるっていうのがまたいいですよね。うん、美しい。いや、いい時代になりましたよね。以前だったら絶対現地に行かなくちゃいけなかったんですけれども、家からでも見られて、かつ周りの方とコメント一緒に打ち合って見られるっていい時代ですよね。いや、ネットが盛んな時代に生きてよかったなって思いましたあ、終わりました、これまだ汽笛鳴ってますね。あ、終わりの合図だったんですね。余韻も楽しみましょうか。
あれ何か変わってます？今水面も最後にポンポンってあげるんだよね、とですよね、さあどうでしょうか、上がるでしょうか、ね、雨の降ってる中ちょっと心配でしたけど、おおお来ましたよ、フィナーレですよ、うわ美しい、ちょっとフィナーレということで静かめでお送りしていきます。これでおしまい？なんかまだありそうな気配はしますけどね。あのいいですね、ちょっとこう街中の方のざわざわ声がまたいい味出してますね。雨音も聞こえます？キュ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 って音聞こえますね、どうでしょうか。アンコール、アンコール、ライブ会場じゃないんだからね。どうでしょうね。アンコール、アンコール、アンコール。お、何ですかこの音は？テーマパークじゃないですか？あ、いいですねこの BGM は。いや土曜日らしいですね。テーマパーク行きたくなってきました。いやお祭りっていう感じですね。あ、終わっちゃいました。あれなんか増えました、たくさん。え、これ私にっていうことですか？こんなにいいんですか？まあ確かにそうですよね、見終わった後は屋台によってこういう美味しいものをねゲットしてみんなに配るというのもいいですもんね。加わったのがラムネといちご、りんご飴、たこ焼き、たくさんありますね。花より団子みたいになってます。つまみがビール、ビールとスイカとあとイカ焼きとっていう感じですか。たこ焼きもあって枝豆もありますか？うわ枝豆たくさんありがとうございます。私この中で枝豆が一番好きです。枝豆ね、心なしか多いですもんね。ありがとうございます。欲しいですね。あと頑張っても触れない、頑張っても触れない仕様なんですけど、はい、ということで一緒に楽しんでいきました。花火大会ご参加いただきありがとうございました。